こんにちは。キットマン北海道探索チャンネル。北海道のニュース、1週間の時間がやってまいりました。10月27日号でございます。今日は選挙ですよね。選挙行きましたか確か、特定の候補者だとか、その政党を押すような発言というのは、確か選挙当日はね、できなかったはずなので、それはね、残念ながらできないんですよね。 なので昨日迷ったんですよね。昨日こういう制度があって、ここに入れればこうなりますよっていうのをね、やりたかったところなんですけれども、実は昨日は、あとね、裕福にある民宿に泊まってたので、撮影をできるような環境ではなかったっていうことなんですよね。 まあそれがあればね、多少はその私がここの政党がいいんじゃないかとかね、言ってる政党のね、あの後押しというか、まあ加勢することができたんじゃないかなと思ったんですけれどもね、まあ、あまあ、選挙まだ行ってない、日本このままじゃ良くないなと思ってる方はね、まだ選挙間に合いますから、ぜひ行ってみてください。で、今、 少し話題にしましたけれども少し前に苫小牧市の勇仏っていうところがあるんですがそこの周りを見て歩いた時に素晴らしい昭和の味のある民宿があって次は是非泊まりに行きたいなっていう話をしたと思うんですが実際に泊まってきましたその旅館の名前北上荘というんですけれどもこんな感じで北上荘と言いまして。 中もねあの撮ってくださいいいですよということでいろいろ撮らさせていただいたのでまた後日動画になるんですけれどもこんなような外観でもともとある建物から増築した部分とかねすごい味あるじゃないですか。でしかも地下1 2 0メートルのところから、まあ、その温泉がねこう出ていて大浴場もあったりしてすごい いい民宿でしたよね。旅館ですね。旅館、下宿。で、主にその、私みたいに、その、観光客みたいな感じではなく、まあ、建設現場の作業員の人たちが、まとめてね、まあ、1週間とか2週間とか、まとめて泊まるような、 ケースが多いいみたいですで。実際駐車場なんか見てみると北九州ナンバーとかね明らかに北海道からではない人たちなんかがいてねあの作業に仕事しに来てんだなということが分かりました。 あの仕事するだけではなくね、本当に仕事で忙しいとは思うんですけれども、その合間の5分とか10分とか、朝食を食べる時間とか、起きた瞬間窓開けたら野鳥が飛んでたとかね、その瞬間をね、あのー、楽しんでいただきたいですよね。安らぎだったり、癒しだったりしますからね。 さらに、まあ、今週の私の一週間の話がもうすでに始まっちゃってるんですけれども、室蘭市の中央町の動画も先日出しましたけれども、今までは昼間の時間帯ばっかりだったんですねで。夜来たらどうなってんのかなみたいなことをずっと言ってたので、実際に夜に行ってみました。で、えー、夜にいろいろ素晴らしいお店行ってみたんですけれども、一番行きたかったお店、 まあ、どこも行きたかったんですけどね。パーラ里っていう夜中に開く喫茶店があるんですけれどもお、私が行った時はね、ちょっと開いてなかったんですよね。で、後からお問い合わせをしたら、もっと遅い時間から開けてたってね、そういうふうに言われました。 でさらにこれも室蘭市の喫茶店なんですけれども英国館っていうもう昔からあるね洋風の写真出てると思うんですが洋風の喫茶店行ってきましたでこちらのお店の方と話して特別にですね2階の今は封鎖されている座席なんかも案内していただき暖炉があったりとかあとはシャンデリアとかあったりあの 壁、壁がこう、レンガでできていたりとかね、ここ開放したら喜ぶ人いっぱいいるのになぁとかね、思ったりしたんですが、まあ、メンテナンスだとか上に上がったり下がったりするのが大変だということで、今は封鎖しているとのことなんです。まあ、その様子もね、あの後日皆さんにお伝えしたいなと思っております。さらにこれは全国規模のニュースではあるんですけれども、青春18切符っていう、うーんとね、 日本全国を、まあ、1万2500円,円で移動することができる切符があったんですけれども以前であれば、まあ、1枚ずつこう5枚のチケットになっていて、まあ、今日列車に乗ったら明日は乗らないであさってに乗ってみたいに好きなスケジュールを組むことができたんですけれども。 この青春18切符のルールが構成されて5日間連続で乗んないといけませんあるいは3日間連続で乗んなきゃいけませんみたいなルールに変更され鉄オタからは非常にブーイングが起きておりますなので18切符を使って毎年北海道をね旅行するのが楽しみだったみたいな人は5日間あるいは3日間連続で休みを入れなければいけないみたいなハードルの高い切符になってしまいました kimdi de 列車で移動しようと思ったら別に青春18切符使わないで特急券でもその日にねのチケットを買って特急券とか指定席とか買えば乗ろうと思えば乗,る乗れるんですけれどもその昔からある青春,青春18切符学生さんとかねお金ないような人たちがあのね安い旅をしようみたいなそういう旅はもうできなくなったのかななんて思っております貧、まあ、貧乏旅行もあ、まあ、貧乏旅旅行行もったら 言い方良くないかもしれないですけどもねお金をかけないで普通列車と快速だけで移動することができる切符はもう終わったんじゃないかってねそんな話でございますでは今週1週間どんな出来事があったんでしょうか、えー、声優が北海道から撤退しイオンになりましたよねその声優からイオンイオンのグループになって 1>, 1号店がついにオープンしましたとのことでまずは「西優宮の沢店が」が、えー、26日午前9時に MAXVALUE 宮の沢としてオープンしましたとのことなんですけれども、まあ、本当にイオンだらけにはなってしまいましたけれども、まあ、生活をね支えて毎日その買い物をするには非常に便利だっていう人もたくさんいるのはね間違いないことなので。 まあこれからも身近なイオンでいただきたいなと思っております、まあ、私はラッキーコープスーパーエースとかねあとはマンボウとかですけれどもね続きまして解体現場での死亡事故でございます札幌市厚別区の工事現場でコンクリートの塀の下敷きになって 男性が亡くなったということなんですけれどもこれって手順通りにやっていたのにコンクリートが途中でバキッて折れて予想できなかった事故により下敷きになったとかねそういうことなのか原因とかは書いてないんですけれどもこの「 従業員のね、作業員の方がミスをして、そのミスが事故を誘発したのかってね、細かいところまでは書いていないんですけれども、圧別中央1-1の洗車場ということなので、タクシー運転所とかあのあたりですよね。まあそのあたりでコンクリートの下敷きになって亡くなった方がいる40代男性ということでね、これは残念な事故でございます。私のチャンネルでも解体のシリーズってやってるんですけど、毎回見るたびに、 常にこうやってね解体していっている様子を見て本当に高い技術が必要なんだなっていうことをねあの見せつけられておりますなのでその高い技術が何らかの理由でまあ、崩れてねこうやって危ない事故になってしまうということですよね。 続きまして、中央署員二人、二、え、十、ー、歳未満と飲酒をし、訓戒処分になったということで、まあ、北海道警察の話ですよね。二十歳未満の女性と飲酒をしたとして、北海道警察が旭川中央署の警察官二人を訓戒 処分したこと,が23日に分かったということでこれは北海道新聞が、えー、北海道警察に情報公開を請求しその情報で分かったというね、えー、そういうことまで書いてありましたまああの前ねこうやって二十歳未満とお酒を飲んでいた旭川署の刑事ですかの写真とかねいろんなところに出てましたけれどもまあ 実際にその警察官ね2人は二十歳未満と知っていて飲んでいたということですよね警察官の役割は二十歳未満ねお酒飲んでいたら飲まないようにしてください家に帰ってくださいっていうのが役割なんじゃないんですか夜な夜な二十歳未満とお酒飲むことが役割なんですか続きまして男子高校生がトイレで逆さづりやわい行為を受けるという事件でございます 第三者委員がまとめた調査報告書によると、 と同立高校に通っている、えー、当時高校1年生の男子生徒は2022年の6月から半年間同じ高校の上級生である3年生ですね3年生の生徒4人から学校の中でのトイレで逆さずりにされたりわいせつ行為をされるなどのいじめを受けていましたとのことで男子生徒は4人のうち3人と両が 同じだったとということで日頃からいじめを受けていたということなんですが学校側がいじめを一部知っていたにもかかわらず、まあ、軽いものだと捉えていて指導や情報共有を行わ,行わなかったと指摘 ししましたとのことで学校側はいじめがあった、ね、トイレで逆さづりにされているようなことを知っていたにもかかわらず特に指導したり調査をしなかったというねまあ、いじめの,あの事,事件とかこのニュースってたまにねこうやって報道で出ますけれども大体は先生が見て見ぬふりをしていたりみたいな風になってますけれどもこれは見て 実際に指導するのがねあの人が足りなすぎて面倒くさかったりするのかあるいは大ごとになったらより面倒くさいからなかったことにしようというそういう風潮があるのかまあどういうことなんでしょうねこれはもうここまで大ごとになってしまったらねもうしっかりと男子生徒が通いやすい高校にしなければならないですよね。 続きまして選挙に行くとラーメンがサービスされますというニュースでございます。これはラーメン店の一風堂というラーメン店がありまして全店で27日の投票日から29日までまあ証明する投票済み証明書を見せると買い玉か卵が無料になるという話なんですけれどもね。ラーメン の買い玉がもらえるから選挙行くっていうね。まあ、それもいいんですけれども、私としてはベストなのは、ラーメン食わないと選挙権与えませんよって言われてでも、ラーメン無理やり食ってでも、選挙に行って、日本を良くしたいな。ね。風力発電だらけ、ね。太陽光パネルだらけ。しかも外国資本で地元の人が知らないうちにできてしまうっていうね。まあ、そういう、その、ルールを変えたいですよね。 ルールの中でやってんだから何が悪いんだみたいにその利権をすってね甘い汁を吸っている人は言うわけですけれどもあのルール自体をねもう変える流れでいきたいですなので、まあ、そういうことに懸念を持っている政治家とか政党があるのでねあのちゃんと知っていただきたいなと思いますね無理やりもう逆ですよもうラーメン食わないと選挙権与えないんですよって言われてでもねあの選挙行った方がいいですよこれ変えていきましょう ドリフトをして19歳から42歳までの男4人が逮捕されましたという話でございます。札幌市などに住んでいる19歳から42歳までの男4人が今年の6月、 石狩市の石狩新港ですね石狩新港でドリフト危険なドリフト走行を繰り返していた疑いで逮捕されたということでその4人は容疑を認めていますということで、まあ、周りの人が騒音でうるさいというねそういう迷惑の通報が相次いだということでございますこれねなんか生で見たことがあると思います私今年今年なぜならば石狩を通って で浜っていうところになんか星かオーロラを見に行ったんで,す、ね、オーロラでしたっけオーロラを見に行った時に夜中にその231号線を通った時に音のすごいなんかタイヤがねなんかなんだタイヤの向きが車体に対してなんかこんなような普通タイヤってまっすぐじゃないですかこんなような角度のタイヤのなんかすごい音の車がね何台もボーンボーンボーンって走って。 ストレートであるにもかかわらずこんな動きをしていた。そんな車を見つけたので、あ多分その人たちのグループなのかなと私は思って見てましたけれどもね。 でドリフト愛好家でまだ知らない人がいるかもしれないのでお伝えしますけれども夕張市に今は名前変わったらしいんですけれども夕張バ,バリバリサーキットっていうね好きなだけドリフト走行をすることができる施設があるのでそちらでねぜひやっていただきたいなと思っておりますあの腕に覚えのあるドリフトの名手たちがね夕張市の静かなその山の中にねもともとは教習所だったところなんですけど もうそこがバリバリサーキットとして今ね営業しているということなので、まあ、詳しいことはねあのご自身で検索してドリフトをしていただきたいなと思っております続きまして北海道警察が啓発活動をしましたどんな啓発活動をしたのかというと鹿,鹿ですよ動物の鹿飛び出し注意の啓発活動をしたということで、まあ、この時期っていうのは もう日も短いですしすしぐ暗くなりますよ、ね、で鹿なんかもどん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 出やすい時期ですからまあ鹿とぶつからないようにしてくださいねという啓発活動を豊平京ダムで行ったということなんですけれども、まあ、鹿は鹿でねもちろん危ないんですけれどもこの啓発活動でね何を 思い出したかというと、苫小牧市で、2年前か、去年でしたよね。トラックが右折している時に、120キロの白バイがピューンと来て、ね、バーンってぶつかりましたと。で、トラックが悪かったです、みたいな、そんなことがありましたよね。なので、飛び出てくる白バイにも注意する啓発活動をね、私はしたいなと思っております。ぶつかられても、あのね、自分が悪いみたいになっちゃいますからね。 まあ一番いいのはもうゆっくり走ってね常にどっから何が来てもおかしくないといつどこから出てくるかもう想定して走行するのが一番です私は自転車だろうが歩きだろうがそうしておりますぶつかったことないです私は続きまして JR 北海道でございますこれは経営がどうのこうのという話ではなく被害を受けた話でございます根室市に 花崎線という路線がありまして釧、まあ、路とかその根室を結ぶ線路ですよねそこに東根室駅と昆布森駅という駅があるんですがそこの駅表名その駅の名前が書いた看板ですよねそれが盗まれてしまいましたということでこれはもう外国人とかではなく鉄オタですよね。 これはもうほぼほぼ鉄オタで間違いないんじゃないでしょうかこれ取ったところでヤフオコとかに出してもすぐバレちゃいますからまあ、個人で所有してこうやって眺めることしかおそらくできないと思うんですよねでそれを分かっていて自分で取りに行ったかあるいはお金を誰かに渡して取ってきてくれってやって取ってきてもらったものを自分でねこうやって駅表明を眺めて楽しむ鉄オタがいるのかなとかねまあ、いくつかのことが考えられますけれどもこの駅 駅っていうのは廃止直前の駅とということなので廃止直前になるとこういうのって結構出てきますよね廃止廃車寸前の古い国鉄車両のなんだ行き先表示の看板とかもねなくなったりしますよねで根室本線だがどっかのやつもねなんかなくなったそんな記憶があります。 続きまして、クレヨンしんちゃんのグリグリでございます。野原ミサイが、しんのすけってなんかこうやってグリグリグリってやるやつあるじゃないですか。あれをやって逮捕された28歳の男がいますという話でございます。これ90年代だったらなんかクレヨンしんちゃんの同じグリグリだなぐらいの話なんでしょうけれども、今だとね、こう逮捕されてしまうという話です。今月18日の夜、 自分の家ですね、自宅で夜ご飯を食べていたときに、妻の連れ子で10歳未満の男の子の食事が遅いことに腹を立てて、両手の拳で男の子のこめかみ部分ですね、両側を強く押し、このクレヨンしんちゃんのグリグリグリみたいなことをやって、耳の上の部分から血が出て、えー 警察に逮捕されたということで日常的にグリグリを行ってたんじゃないのかみたいなねまあそういうことを調べているということでございます。 今のクレヨンしんんんちゃっってはすにやたりするんでしょうかねそ,その辺ちょっと全然見てないので分かんないですけどもしんちゃん自体も表現が規制されお尻も出さなくなりチンチンも出さなくなりでミサイもグリグリをやらなくなりダメですよみたいに言うだけだとすれば「そのクレヨンしんちゃんらしさ」っていうんですかね「クレヨンしんちゃんじゃなくてもいいじゃないか」みたいな「クレヨンしんちゃんの形をしたもう別のアニメだよ、ね なと思ってますけれどもね。クレヨンしんちゃんを見続けている方、行儀が良くなったのか、昔のままちんちんを出しているのか教えていただければ幸いです。続きまして JR 北海道バスでございます。札幌県の路線,路線バス、136本減便になるそうです。12月からということなので、今年の冬ですよね。雪がどんどん降っ で外で待つのが辛いなバス来ないななんて思っていたらさらに減便になって待つ時間も増えるっていうことですよね特に札幌駅と白陵高校を結ぶ米里線と上江別公園と新札幌駅を結ぶ夢見野線さらに北広島駅と南幌町を結ぶ南幌線この3系統が まずは廃止になると。あとは札幌市内の手入とか、コとにさらに圧別なんかの通常のね、路線ですよ。で平日は136本、土日と祝日は79本減便になるということで、今までの減便数とすれば、もう過去最大級の規模で減便になるという話でございます。 まあこれからもねあのー、来年も再来年もちょくちょくちょく減便になるんだろうなと思って見ておりますで JR 北海道バス今のダイヤを維持するということであれば45人の運転手が不足しているということでもうあのー 難しいですよね。今の給料のままとかだとね。なので100万円にします。150万円にします。政府がね、国が、北海道が応援しますよってやればいいのに、どこにお金使ってますかアイヌ政策だとか、あとは再エネなんかにね、もう電気代上がるようなもの、メンテナンスコストのかかるようなもの、もともとある安定したエネルギーをね、こう出せるようなもの、あるにもかかわらず、次々としょうもないゴミのようなエネルギーを作ってますけど、そういうもの にお金かけてないでこういう移動するものにねお金をかけていただきたいなと思ってますけれども皆さんはどう思いますかまあ、そんな感じでね今週1週間選挙の詳しい話選挙特集みたいのねあの新聞とか全部用意してやりたかったんですけどダメらしいのでね当日はねなのでちょっと遅かったかなという話でございますまぁ、あ、そんな感じでありがとうございました